おはよう。おはようございます。ガチでリアルすっぴんです。あ、ちょっとリップだけだね。リップだけ、リップだけでも塗っておかないと血色がない人みたいに塗っちゃう。ありがとう、来てくれて。こんにちは。こんにちは。アルマありがとう。あの金色のやつありがとう。この可愛さ好きです。ありがとう。ありがとう。そんなことないにょ。いいです、ありがとうございます。木のだるまいっぱいありがとう。ハートもありがとう。レインボースターもありがとうございます。本当にやばい。可愛くない。そう、ビネオガイありがとう。やっぱおろしだな。おろしが好きなの。ちょっと私はもうみんなに怒っているんです。みんなが全然メールで私のこと好きって言ってくれないから。そうだよね、大変だよね今の何、うん、ゴールデンウィーク初日なの今日ってよく分かってないんですけど。え、でもさ今日ってあれじゃない、公演あるよね。行く人いるの？公演楽しんでね。我は明日に出るなり。ミリ様お元気ありがとう。おはよう。おはよう。ステルトロシ珍しい。そう、かわいい、ありがとうございます。うん、まだ返信した、返信待ってるよ。さっきまでみんなの返信を読んでた。ちゃんと言いました、全然足りてないけどね。いや、キラキラ星だけですが、お星のありがとうございます。ありがとうございます、とても助かります。そう、日本人は好きとか言葉に出さない、オーラ目いっぱい精いっぱいを伝えて。そう、なんか伝わってる人もいるんだけど、そう、でもなんかみんなの返信がかわいいというか、すごい笑っちゃう。こんにちは。ゴールデンウィークは仕事以外にこもってる。こんにちは、こんにちは。あ、金のだるまありがとう。厳しすぎて泣いてる。ねえ。まあまあ人生したいので、プリンくらい甘いあれしたい。キララありがとう。ミリシカありがとう。好きをたくさん伝えます、ありがとう。待ってる。あ、今朝返信した、見た、ありがとうね。言葉より行動で伝える、そういうもんじゃない。じゃあ明日ですね、明日来るかな。ちゃんと行動で示すだよ。あ、やべ、お腹だった。ハートありがとう。おはよう。朝から一番可愛いメイちゃん見えてしまう。一番可愛くないよ、ありがとう。ちょっと最近自信がないものでして、可愛いと言ってもらえるのがすごい、すごくそんなそんなってなっちゃう。金のハートありがとう。お休みと声が重ならないだけ、ありがとう。ハート、う
くまありがとう、リュッセありがとう、くま金のくまありがとう、とても可愛いです、ありがとうございます、ありがとうしか言ってないね、なんか朝って頭が回んないから、そう、でもなんか昨日ちょっと寝る前にいろいろなことをやってたんですけど、そう、あの昨日歌唱力の課題曲が出たんですね、言ったっけこの話それで私はまだ一回初めて参加するから、でもやっぱりいい結果は残してっていうか、予選を突破して、予選を突破するってそんな簡単なことじゃないのもちろん分かってるんですけど、やるからには絶対にそういう目標を持ってやりたいと思ってるから、そのイベント期間中のこのショールーム配信で話すことなのか分からないけど、そう、なんか絶対勝ちやすい曲とかあると思って5回大会までの分析をしてて、ずっとそう紙にいろいろ書いてて、どの曲が何回勝って何回予選突破したかって、そう120曲以上あるから本当に昨日徹夜で頑張って、まあほぼ15万なんですけど、こういうのもそう、でも何もやらないよりかそうやって曲、全然知らない曲とかもあったし、聞くだけじゃ私の能力ではまだどれがうまく歌えるとか分かんないので、その自分の声に合った曲とかもあると思うんだけど、そうとりあえず紙に曲を全部書き出して、その予選と決勝とかですごい何回あのいい何位だったかとかも書いて、でもそれはその人のメンバーさんがだったからな、その予選突破できたとかもあると思うから、もちろん全部を参考にするっていうわけではないけど、そうやってました、そういうことを。でそれが終わった後に昨日はあーオーディションの審査員の方が来られたのに、なんであんなこと言ったんだろうって一人で反省会をしました真面目すぎじゃない、これが典型的な A 型です、皆さんそう、あ、トーゴレインボースターいっぱいありがとうね、おはよう。そう、分析というかこんにちは、そう、なんかただわかんないけど、ただ歌える曲選ぶのは違うかなと思って、本当に昨日いろいろ LINE ミュージックを登録してるんですけど、それでいろいろな曲をたくさん聴いてました。そう、知らない曲も結構あるんですよ私はだからいろいろ聴いてみて、お母さんとかにも相談して、やっぱ昭和の曲とかもあるから、お母さんに私の声って何がいいかなっていろいろ相談して今決めてる最中って感じなんだけど、難しいよね、選曲ミスったりしたくないから慎重に決めたくて、そう、こんにちは。でも私が昨日分析した結果なんですけど、今まで予選突破してる曲が多い曲は結構なんだろう、いろいろオリオンとか三日月とか、ドライフラワーも、でもそれは私の声で、まあ、無理だなっていう曲ももちろんあってですね分析、そう、神に
そう、ちょっとこっちは見せられないけど、なんかバワーって書いてた私って暇人なのかな暇ではないけど、こんにちは。そうでもまだ全部聞いてないから、とりあえず全部聞いてみて決めます。そう、高音、そうそうそう、真面目で考え込んでしまうメリも好きだ。だってこれが私だからね みんなと結婚したら結婚式のプランを念入りに考えちゃう。多分ちょっとよくわかんない、何言ってるかわかんなくなった。そう、真面目なんです。自分で言うと真面目じゃないってなるよね。でも学生時代も覚えられない単語とかは5回書いたら覚えれたから、英単語とか全部書いてた。暇さえあれば手を動かしていましたそこは長所だと思う。なんか自分で長所これ言っていいのか分かんないカピカありがとう、こんにちは。30日はミリチに会えますように。会いたいよね。いつ発表されるかな。そろそろ、そろそろ発表されるんじゃない。だってもう、え、だってもう27じゃん。え、今日27だよね。30って3日っていうか、もうしあさってまだ発表されてないけど、まあいろいろあるんでしょうけど分かんない。なんか期待するのはやめたので、期待したいけど30日出れるっていう分かんないけど、私も出れるかまだ分かんないので、そう、そんなところも素敵、ありがとう。昨日誰もありがとう。 B 型の人は直感だし、確かに分かんない。 B 型の人生送ったことがないから分かんないけど、ちゃんと念入りにさ考えて選択して後悔したくないからうわ A 型だな、自分で言ってて A 型だなって。こんにちは、ハートありがとう。こんにちは、今メリって500回書いてる。嘘つき書いてないくせに結婚、いやまだ心の準備がニマニマしてる絵文字がかわいい。今だから言える第一印象真面目に見えんかった、すまん。よく言われるからね、全然何とも思わないよく言われるもん、それ、よく言われる発表されないまま30日迎える可能性もあると思ってる。それはさすがに、あ、でも分かんないよね本当に。なんかサプライズ的なあれなのかな、ちょっと分かんないです今日とかね発表されたらいいだけ。そう、発表されてないから私もわからないんです。今日明日あたりに発表されると思います。多分本当に多分わかんないけどね。そうでもすごい、そうメールにも書いたんだけど、昨日のその審査員の方が来られた時にうまく喋れなかったのが結構落ち込んでっちゃってて、そうそしたらみんなが返信で慰めてくれて、めちゃめちゃみんなそうそういろいろ言ってくれてありがとうこんにちは。その時はいいと思ってても後々ちょっとあれは違ったかなとか思っちゃうから生きづらい人生を送ってる
そう、でもこんな急に来られるんだなって思った。なんかそう初めてだったから母親がそう、こんにちはありがとう来てくれて、すっぴんなんだけど心配しないでありがとう。みんなって今日休みなの？お仕事。公園に入ってる人いるの？ミリが頑張ってるからみんなが見えることを勧めし、そう嬉しかったよ。ありがとうね。いやでも本当にさ、わかんない選曲が難しい。あんまりこういう曲をカラオケとかで歌うことがなくて、私カラオケで本当に公演曲が好きだから、公演曲とかアイドルばっか歌ってるから、基本こういう曲をあんまりそもそも歌わないから。そうだって歌うの本当に愛子さんとか花水木とかは有名だから歌うし、椎名林檎さんとかあいみょんさんとか、そう、さよなら大好きな人とか変わらないものとかは私が昔推してた子が、あえて名前出さないけどその人がめっちゃ歌ってたので好きでしたそう、でも候補がありすぎるのでちょっと迷い中ですちょっとあれだね、お家で隣の家の人とかがいない時間帯、しょうがないですけどそういう時間帯を狙ってちょっと練習するしかないかな。カラオケとか行けばいいのか一人でカラオケ行くの。新潟に来て一回も人から行ったことない。キララありがとう、配信終わったら仕事行く、頑張って。サボり中なの。今日は土曜日でお休み、今日から連休です。いいな、今日から10連休だと羨ましすぎる。歌唱力の選曲の話してた。あ、金のだるまありがとう。カブトムシ、カブトムシか、それも日野さんみたいな感じじゃないですか。でも私は愛子さんだと何をよく歌うかな、キスハグとボーイフレンドと、めちゃ王道ですね、王道。そんなに曲を知らないっていうのもあるけど、カブトムシはあんまり歌わないかも。似合うかな。なんかママが松田聖子さんのファンで、ファンだったらしくて、だから昨日の夜中に、そう本当に3時とかにママに曲のリスト全部送って、何がいいと思うって言ったら松田聖子さんの曲を全部進めてきて、それはママがファンだからでしょって思ってそう、でもどうなんだろう、わかんないそれ私言う前にコメントした一緒。連休、私も今日は休みなのか、休みです配信があるけど、そう10連休いいな。歌唱力選曲も頑張る、頑張ります。こんにちは、ミリスカありがとう。ひなちゃんのらせ声質でおすすめの曲選んでください。そうで、日野さんに相談しようと思うんだけど、でも日野さんも多分私の歌声を多分知らないっていうか、多分あんまり聞いたことないって思うと思うから、選ぶに選べないんだろうなと思って、なんか私がそう明日は公演で多分会えるんだけど、その時に聞いてみようかなって思うけど、なんか私がある程度曲を
絞りたい、とりあえず。そう、むずいよ。あとありがとう、お揃いキスハグいい曲だよね。すごい夏とかめっちゃ歌いたくなる。そう、曲が赤いスイートピーとか私も好きだけど、ママさんと着替えそうそれは合うかもしれない。こんにちは、だるまありがとう。昨日だるまありがとう。え、久しぶりじゃん。ありがとうね。こんにちは、ひなちゃんとカラオケ行ったらそれ多いですそれが一番いいのかもしれないけど、すごいこんな音痴な私に付き合わせるのが申し訳ないので、そう、メリーは忘れ子じゃん。そう、夏の扉か。おはようメリーちゃん、おはよう、おはよう、おはよう。でも本当はね、本当は歌いたい曲が実はあって、でも歌いたい曲と歌える曲って違うじゃん、自分ので。それが多分歌えないっていうか、練習まだしてないから分かんないけど、そのすごく私って感じの歌なんです。だからそれを本当は歌いたいんだけど、だから練習してみるけど、それじゃないのにするかもしれないから分かんないよねっていうそう、ありがとう、金のだるま。あ、金のタコありがとう、おはよう。デイモキさんおはよう、こんにちは。そう、あとありがとうございます。そうそうそう、そう、自分に合った曲をなんか歌いたいのをやって、他だったらもっと上手くできたなとか思いたくない。うん、そう、キュルルン、そう、いっぱい歌ってみる歌ってみます、いろいろでもどっちかっていうとね、どっちももちろんあれだけど、どっちかっていうと勝ちに行きたいと思っているから。そう、ハットいっぱいありがとう。そうなんだよね、むずいよね。みんな朝ごはん何食べたの？同じの食べたい。朝ごはん、お昼ごはん、朝ごはんか。金のだるまありがとう、ありがとう。こんにちは、こんにちは。あ、そう、一応ね、チャットとかメールにも送ったんだけど、今日は10時半から11時半まで1時間やって、その後にいつもみたいに20時から21時までと23時から24時まで、
ります。塩パンとチョコパン、めっちゃ甘いの食べるやんいいね、私も甘いの好き。あごだし塩ラーメン、神保町でカレー食べる、いいなこんにちは。朝マック食べた、いいな。朝マックとか全然食べれてないよ、買ってきてくださいぜ全部行くね。何の話だっけ私おはよう、食べてないよ、ネジだ、チョコしか食べてない。サラダチキンとヨーグルト、何その健康的な朝ごはん。でも一回本当に私痩せようと思って、お家にサラダチキンバー、この細いやつ、よくコンビニとかに売ってる細いやつ、スティックみたいなやつが大量に家にストックがあるのに、他の食材がたくさんあるから、そうなんか野菜系もあるし、今はスイカが眠ってるし、冷蔵庫に納豆とめかぶに一時期ハマってたから、納豆とめかぶも大量にあって、何から食べていったらいいのかわからないっていう状態なんですけど、冷蔵庫がそう、本当に話し合いと冷蔵庫っていう曲があるけど、私は結構最近冷蔵庫と会話してる。どうしよう、何食べたらいいって一人で人をそう、これから食べる、さっき起きたの。おはよう、オラは会社で女子にもらったお菓子が、そこ、何それ、モテてるじゃん納豆大好き、だかつこの外食はいろいろ気にせず食べちゃうから、せめて家で食べるとき。あー確かにね、そういうことなのね。チャーシューを作る、すごっ、納豆大好き。これからジム行くので落ちます。ありがとう。頑張ってね、みさも。ジム、偉いね。頑張ってね。ありがとう、来てくれて。納豆ほど体にいい食べ物ない。そう、納豆めかぶ、組み合わせがマジで美味しくて。リバイバルコーナー懐かしい。ハト、ありがとう。でも、そう、冷蔵庫に食材が今いっぱいあって、そう、買い食いとか外食とかしないでもいいぐらい本当は冷蔵庫にあって、賞味期限が迫ってるものもたくさんたくさんあってやばいです。そう、なんかそう、この間かき卵を作ったって言ったっけ。そう、だから卵がお家にいっぱいあるんだけど、どう使えばいいのかわからないので、欲しい人いますか、卵いらない卵を捨てるのもったいないからさ。でもそう、だから前はゆで卵を大量に作って、あと卵焼きとか作ったら卵が3個ぐらいは減るのでそう、え、中にある食材でメニュー紹介してくれる機能が、めっちゃいい、それ、その機能欲しいで作ってほしい大好き、ありがとう。うちの冷蔵庫は空気しか入って、何も入ってないの私も一時期その状態だったんだけど、買い出しに行くと大量に、そんな冷蔵庫もめちゃめちゃ大きいやつじゃないから。煮卵、卵欲しい。そう、東京から卵取りに行きます私の家まで卵を取りに来てください。じゃああげるお腹空いてきたね。オムライスか、確かにオムライスか。チーズケーキ作るの、卵欲しいな。チーズケーキ私も食べたい。チーズケーキ、
なんか新潟駅にあるチーズケーキのお店が美味しいらしいから食べたいなって思ってる。あ、新潟駅に行きたい。そう、本当にたくさんたくさんたくさん私の好きなお店ができたので、ご飯屋さんもね、またいろんなところ行ってみたいし、1日10個ゆで卵食べる。え、大丈夫なのそれ、逆にタンパク質。あとありがとう、誰もありがとう。ゆで卵作るサラダに対処、確かに確かに。スクランブルエッグ、色オムライス食べた気分になってきた。いいよね、オムライス大好き。私はふわとろオムライス派です。昔ながら系のオムライスも好きだけどね。心新潟にイベントス、え、そうできて、そう、え、これ握手会とかライブとかできるな、できるんじゃないって思っちゃった。そう、場所がなんかすごく、そう、すごかった。誰もありがとう。なんか進化してた、すごい。みんなも行ってなかったら行ってみてね、早く。そう、あのすごいいっぱい食べた。なんかチョコのお店でチョコレート試食してたから食べて、ステラおばさんのクッキーも食べて、買わなかった。そう、試食で満足しちゃった。三神社前のキリンっていう食屋さんのオムライス美味しい。そうなの？キリン。ミリーしか、ありがとう。やっほー。今日時間あるから行ってみるか。お、今日土曜日だしね。人多そう。人が多そう。人混みは苦手だけど。新しい新潟駅は気になる。そう、でも本当にゴンチャに早く行きたくて、ゴンチャゴンチャ、そう、靴とかバッグとかが売ってる好きなお店があるんだけど、そう、そこにまた行きたいなって思ってるのと、こんにちは。そう、行きたいお店はいっぱいある。私もゴンチャ行きたいね。ゴンチャ行きたいよね。あまりにもこれはで、あ、夢の国かなって思うぐらいの、あの混み具合で並ぶ、本当になんかもうやばかったので、ちょっとこれは飲みたかったんだけどね、飲みたかったんだけどもう諦めた。あ、スタバにしようと思って。スタバだ、スタバにしようと思いました。これはもう本当に、そう、オープンしたっていつまでこの感じが続くんだろうね。そのレベルはすごいですね。そう、そうそう、しかもキラキラ時期がだらけだから並びづらかった。私に買ってきてくれないんだそうやって。なんか当たり強い人。買ってきてくれないんだね、そうやって言って。確かに若い人多かった並んでるの。タピオカってやっぱそんな年を召すと飲まないか。うん、うん、え、スタバのメロンめっちゃ美味しかったよ、この間飲んだ。昨日はダークモカチップラペチーノ飲んだ。あ、スタバ飲みすぎだね私。
受け取ってくれるなら、あ、買ってきて、じゃあできてください、並んでください、私がゴンちゃんのお店の前で待ってるからさ、あの買ってきて並びたくない人確かにゴールデンウィークだから絶対混む、絶対ね混みそう、可愛いです、ありがとう。世の中はゴールデンウィークなのか、落ち着くし、お呼ぶみたいに、キュルルありがとう、それ実並んでるのとあまり、それ思っちゃった、だから新潟駅で遊んでるわお買い物してるわ、じゃあそれで OK 交渉こんにちは、混んでたら大変、そう人混みが苦手、並ぶのの方が苦手、並ぶのは苦手です、友達と夢の国とか行っても、あのそれ大勢で行ったら大体私は並ばずに私の分もって言ってたそう、あ、ミリーさんはお世のままに、こんにちは、そう、こんにちは、こんにちは、せっかちではないと思ってるんだけど、何なんだろうね、なんかせっかちなのかもしれない、でもなんかそんなに並べない、なんかすごい進まなすぎたらもう抜けちゃう列から、そう、そのどんなね並びたいものだとしても、人混みとか並ぶの疲れちゃう、そう疲れちゃうんだよね、そうなんか並ぶそのアトラクションとかを楽しみたいんだけど、並ぶことの方が疲れちゃうタイプだから、そう結構そういうあのそういうテーマパークそういうとこ遊園地、うん、なんて言えばいい、そういうところに行くと結構疲れちゃうタイプです、何見ながら並なんですか並ぶ苦手だけど握手会並ぶ楽しい、え、わかるオタク、私これは新潟、昨日混んでいたので、混んでいたのであまり並ばなくてもいい、そう昨日混んでたよね、私も昨日ラーメンを食べました、ミリーしかありがとう、こんにちは、ありがとう来てくれて、握手会とかオフライン話し会に並ぶなんて確かにオタク昨日のミリーちゃんの平足の後心苦手、ラーメン屋さん食べたかったの今日で、そうラーメン、うんおはよう、うん、こんにちは、本日のデートでは、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。みんなも今日一日。
いい一日にしようね。私もいい一日にする。っていうか明日前座なのでその練習というか復習なんて言ったらいいのしたいし、そもそもね、そう歌唱力もいっぱい聞いて、そう絞っていきたいし、カラオケ行きたいな今日。でも今日土曜日だからちょっと高いのか。平日だよね行くなら絶対。お疲れ様。あくびも可愛い、ありがとう。じゃああくびずっとしてようかな。ありがとう、こんにちは。こんにちは、こんにちは、うん、今何時でしょうか。でも今日やりたいこといっぱいあるからさ。あ、教えてくれてありがとう。セービアスか、やっぱ平日だよね。あ、でもあれだ、ゴールデンウィークじゃん。世の中ゴールデンウィークなんだった。行けないじゃん、行くけど。そうゴールデンウィークだから気絶科学なんじゃないの。こんにちは、うん、金のだるせるより。なんかさ、 裏話というか、そうなんか出迎えとかで来てくれた人が席を教えてくれたりした時に、今日は上手側だよとか、今日は下手側だよとか、すごい言う時も言わない時もあるんだけど、ちゃんと私のことを好いてくれてる人には教えてる。そうなんか、そのあんま言わない方がいいのかな、分かんなくて、そうなので、明日も上手側か下手側か、なのでうんと全然あれだよ、知りたかったら全然聞いてくれてもいいけど。そう、私だけはあるから、そうなのでね、明日はどこにいるでしょうか。明日楽しみだな、みんなに会えるのが。そう、こんにちは、こんにちは。ミリーが真ん中なら問題、確かに問題、確かに。ミリーしかありがとう。そう、明日もお出迎え、もう明日の話してるけど、お出迎えぜひ待ってるね。昼夜あるから、今日行かれる方は、行かれる方ってもう何時だって、もう始まるくらいだよね。楽しんでください。こんにちは。
がとう、はじめまして、こんにちは。ちょっとみんなに聞いて正しいかわかんないけど、みんな的に歌唱力、なんかそう、課題曲はそんな毎年変わらないじゃないですか。だから歌唱力ちょっとおすすめの曲とかなんかあったら教えてほしいかなメールの返信でとかでそう、なんかガラエラおはようございます、いいなって思ってるよ。仕事頑張って、やばい、昨日徹夜したから眠い。絶対私この8時、次の枠が8時20時からなんだけど、それまでに絶対3度寝ぐらいしそう。俺たちの聞きたい曲、聞きたい曲というか、だろう、なんか分かんない、ちょっと平成生まれなので昭和生まれであろう皆さんからと分かんないですけど、ごめんね、平成生まれの人もいるよねきっとそう、ゆっくり寝ます、気持ち込めることができる歌。そう、でもなんかママにもそれは言われて、丁寧に歌える、ゆっくりテンポが遅い曲がいいんじゃないって言われた。明日の言葉あるのでしっかり寝てください。寝ます睡眠大事うん、ない、うん、ビジュアル系バンドしか聞いたことない。あ、平成後半なの。私のみんな何歳みんな何歳なんだ。うん、うん、こんにちは。かたくなに年齢教えてくれない人いるんだよね。23、あんま変わんないじゃん、友達ぐらいの40代年齢非公表。うわ、私が突き止めてやる、絶対にいろんな人に聞いたらわかるかもしれないフフ26歳。え、なんかあんまり雪にとんないです、なんかみんな僕は思ってたより僕はそのワンちゃんマジで結婚できる年齢じゃん、それ。オリビアを聞きながら、そう、レイナさんが歌ってたやつ、オリビアを聞きながらも昨日結構聞いてた。むずいよね、なんか自分の歌える曲ってよくわかってない。年齢近いね、こんにちは。言わないの、教えてくれないの。気持ちの年齢は近いと思う。気持ちね、気持ちだけでしょ絶対年齢不詳、昭和なことは間違いないけど。はっちゃい、38歳か48歳くらいかな。
そう、私あれなんだよね、誰のこととは言わないんだけど、名前は出さないけど、ここにいる今見てくれてる人の嫉妬しちゃやられたら嫌だから言わないんだけど、一人だけ私に今日夢に出てきたの私の夢の中に出てきた人がいる実は。でも誰とは言わないけど、そう夢の中に出てきて、そう私のこと大好きなんだってそうなんか夢の中で両思いだった。何も言わない、これ以上は言わないけど、そうですだからその人の愛はちゃんと伝わってるんだなって、そういうことだと思うきっと。だからみんなを私にめちゃめちゃ、私結構みんなのことを考える時間って一日の中で多くて、だからそうやって夢に出てきたのかなって思うんだけど、きっとそうやって伝えてくれればこうやって夢に出てきたりするから本当に羨ましいあ、初見です、こんにちは、ありがとう来てくれて。そう夢の中で会おうねって言ってるから本当に会えちゃった。出演料死ぬ出演料とかはなくていいんだよそんなの すごい、みんなの夢にも出てるかわからないのにファンの人が私の夢の中に出てくるってすごいことじゃない。出演料の支払いがまだ出演料なんか払わなくていいって。俺の夢にも出演してください、出たいな。それはみんなが私のことをちゃんと考えてないときっと出てこないな。そう、あのもしその人が公演来てくれたら、会える機会があったら教えるけど、その人にだけこう、ん？公言禁止で。お披露目で泣いてるメリーがよく夢の中に、やだあれもう黒歴史だもん。フリー素材なのでもいい、フリー素、そこそっか友情出演とかしてる、じゃあ友情出演友情出演で普通には出れないメリーしか、ありがとう。ロマンチックなひととき、あ25分になったら教えてください。もうそろかな、受付行ったら夢に出てきたって言われたらビビる。確かに言わないでおくわ、じゃあビビられたら嫌だから言わないでおく。友情出演で言いましょう、友達で言いましょう、いや友達で言いましょう民が増えてほしくないんだけど、どうしたらいい。そう承知いたしました、そうなの。みんなが自分じゃないって思って来て、ありがとう楽しんでねバイバイとかで終わって、あ俺じゃなかったみたいな、落ち込まれたら嫌だな公園に行く楽しみができた、まあ、でも自分って思ってた方が気持ち的にはいいんじゃないでしょうか25分になった、ありがとう、誕生日見ます。13位、ステラさんありがとうございます、ありがとう朝から朝。12位、坂健さんありがとうございます、ありがとう坂健さんもいつも見てくれてありがとう、また話そうね。11位、 M ヤギさんありがとうございます、すごい写真が、これリカさん、リカさんが
あ、タワーが立ったよって言ってる。いいな。宮城さん、ありがとうございます。そう。10位、達也ピ、あと、みりちゃんのやつ。ありがとう、達也くん。ありがとうね。今日も。ありがとう。9位、ゆきりん55さん。ありがとうございます。え、なんか知ってるんだけど、名前。なんで。8位、みーさん、ありがとう。もういないと思うけど、ありがとう。7位、かつ NGT48。あ、こうし。あと、メリにメールで愛を伝えたい羊さん。ありがとうございます。かつやくんもありがとう。ありがとうね。6位、よしひろ、久しぶり。見てるかな、今も。ありがとう、来てくれて。また20時からやるから待ってるね。5位、あつし、ありがとう。ありがとうね。いつ会えるのか教えてください。4位、ルーセアとむりちゃんの羊、ありがとう。タピオカ買ってね。タピオカ買ってねっていうか、私がショッピングしてるから待ってる。3位、ラーメンマンと、あ、むりちゃんの羊、ありがとう。ラーメンマンのメールめっちゃ嬉しかった、ありがとうね。2位、テンモキバーガーさん、ありがとうございます。またアバター変わってるんだけど、ありがとうね。テンモキさんもいつもありがとう、見てくれて。夜も待ってる。1位、トゴ、ありがとう。28来るの？あれ聞いたっけ。ありがとうね、トゴ。1位、おめでとう。配信ありがとう。こちらこそありがとう、見てくれて。毎日違う歌を夢に出してください。出したいね。28、ひろゆり待ってる。ありがとう、みんな。ああ。お疲れ様でした。朝から見て、朝ありがとうございました。20時から21時までやるので、また来てくれると嬉しいです。夜はメイクしようかな。どうしよう。ちょっとめんどくさいな。ありがとう。ありがとう。いっぱい寝ます。ありがとうございます。ありがとうね。また来てね。みんなのことちゃんと好きだから。おやすみ村は乱用しないでください。また来て、ありがとうね。バイバイ、終わるね。またね。メールの返信も待ってるね。ほら、ありがとう、ありがとう。バイバーイ。またねー。バイ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 バーイ。頑張ってねー。バイバーイ。